大事にしているものって何かありますか？大事にしているもの、いくつかありますね。少年団の頃に、自分サッカーやってたんですよ、もともと。で、その少年団の頃に卒団式の日にサッカーボールを団長からもらったんですよ。それは結構今でもパソコン家でやる時とかも足元にあって結構触り心地がいいんで、それはもう小6からずっと部屋にあるんで大事にしてたり、あとはなんかその習慣みたいなものは大事にしてますね。開けたら閉めるとか、家のその最近は家の門をしっかり何時に帰ってきても何時に朝出てもちゃんと閉めて出るっていうのは徹底してます。